皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の7月の21日木曜日ですね。時間が1時間ぐらい遅れましたね。午後7時56分と8時ですね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように我々はマネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームに決して参加してはならないというのが今日のメインテーマですね。そして、横浜ののんさん拡散願いということで、今沖縄高江では基地工事に抗議中の市民を警察車両が引き逃げしたようですと。ひどいね。現場では山城さんたちが抗議中ですが、現場の警官は現場検証もしない模様ですと。これ福岡県警が出っ張ってんじゃないですかね。これ皆さん情報拡散してください。そして今日のメインテーマ、我々はマネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームに決して参加してはならないとこういうことですね。そして、アイボニエさんからの、山崎様いくつかの政策を受け入れることを交換にクリントンを支持表明したサンダースについてどう思われますか。いやー、やばいんじゃないですかね。結局今日のメインテーマですけど、マネーゲーム、戦争ゲーム、権力ゲーム、これを最先頭にやってきたのがヒラリー・クリントンなんですよね。だそれをいくつかの自分の政策を政権考慮の中で、受け入れてもらうという前提で、サンダースがクリントン支持を表明したということなんですけど、間違ってるでしょうね。だ彼がすべきことは二大政党制がもう民意を全然反映しないってことはバレバレなんですよね。だから今回も第三勢力として、リベタリアン、党が第三勢力として登場しているということなんで、彼はサンダースは第三勢力として、リベタリアンと一緒に戦うべきだったんでしょうねと私は思いますけどね。要するにもう二大政党制自体が諸悪の根源なんですよね。そしてサンダースは FRB 自体が壮大な詐欺システムであると、国民を支配し搾取する、あるいはアメリカ国民だけじゃなくて全世界、ドルを基軸通貨にしてそのドルを全くのロシア領国際金融マフィアが所有している、一見政府所有の中央銀行のような体裁を取りながら実は壮大な詐欺偽装なんですね。そのことに関してサンダースは一切何も言ってないんですね。それと彼はユダヤイスラエルを批判はしないと支持してるんですね。ユダヤ教徒ですからね、ユダヤ人ですからね。だからそういう意味で、サンダースに期待してたおそらく1000万近いアメリカ国民を最終的には裏切るでしょうねと私は思いますけどね。シカゴさんコンティニューコインですね。シューさんお茶ですね。シューさんコンティニューコインとこういうことです。シカゴさんが拡散願いをリツイートしてくれましたね。高江っていうのはたった村民が150人ぐらいしかいないところに機動隊が500名襲いかかっていると。結局これはあれですよ、こいつですよ、杉田内閣官房副長官、これは警視庁警察庁の公安警備の局長だったのね。で彼が
警察庁の警備局長の時に、例の、オウム事件のサリン事件が起こったんですね。霞が関、中枢を狙った地下鉄。で結局、一連のオウム事件を、の最高責任者だったんですよ。治安、刑事の。彼の無能さによって、おびただしい人、犠牲者が出たってことなんですけど、彼は、その責任を一切取らない。ということで、結局、内閣に入って、出世して、今は副官房長官ということで、この高井にしても、あるいは、辺野古にしても、警視庁の機動隊を動員したり、あるいは福岡県警を高井に動員したりするのは彼です。彼が安倍の指示、あるいは安倍に、助言して、このような強権的な警察権力を使った住民弾圧をあからさまにしているというのはこいつなんです、こいつ。で、この下に北村茂という、これもまあ警視庁の公安ですよね。で、こいつが2014年の特定秘密保護法を作った張本人ですよね。この二人ですよ。この二人が官邸の公安権力を握っちゃってると。安倍と一緒で、安倍の手先として国民を公安機動隊、警察権力で抑え込むと。こういうことをしてるんだと思う、二人が。衆さん、今日のメインテーマですね。我々はマネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームに決して参加してはならないということですね。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶が6杯と、コンティニーコインが2枚ですね。から、周平さん、コンティニーコイン、こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。ということですね。それから、衆さん。我々は今日のメインテーマですね。ということです。最初は例のワイワイニュース支援組織見るの会、山崎康彦と愉快で情報つな仲間たちのご案内ということで、2つに分けてですね、アップしたいと思うんですね。ああ、高屋での警察のひき逃げ証拠動画と、ああ、いつもお住まいの入尾さんですね。これ後で見させてもらいます。これが最初ですね。皆さん、情報拡散しましょう。それと、二つ目、この世から1、貧困、2、大格差社会、3、テロと戦争、4、核兵器と原発、5、戦争兵器と消火器、6、国家権力犯罪と民間権力犯罪を本当になくすために1000名の支援者を募集しますということです。で、ミソは本当になくすって言ってますね。今までは希望とか願望とかスローガンでしかなかったんですけど、やはり これらをもともと作り出している元凶は一体誰なのかと。どういうシステムでどういう基本構造があるのかってことをちゃんと投資すればですね、本当になくすことが可能なんですね。シカゴさん、特定秘密法、黒幕の北村茂の先輩杉田が公安警察の権力拡大と、安倍が警視庁の機動隊を辺野古に、暴力弾圧は公安警察の杉田副官副長官だった、リテラですね。なかなかいい記事ですよね。ということです。それから、あ、第20回目のワイワイニュースネット世論調査の最終結果が昨日出たんですね。小ぶちゃさん、小ぶちゃさんですね、お久しぶりです。安倍のアセム参加はカーネギーロッブの欧米利権から
オア連合のシフトチェンジですよという。ああ、なんか、どこ、モンゴルかなんか言ってるんですか。アジアとヨーロッパ。ああ、Asia and European Meeting って言うんですかね。ASEM って言うんですね。あ、もう帰ってきたんだよね。彼ゴルフなんだよってんだからね。からマッシュマロさん、お茶が2杯とコンティニューコインが2枚ですね。ありがとうございます。ということで、世論調査の、あ、お茶が3杯ですね。世論調査の結果ですね。テーマが7月13日の NHK による昭仁天皇の生前退位報道の背景は、1、天皇の高齢による体力の限界のため 7%、 護憲派天皇の早期退位を狙った安倍晋三内閣の謀略工作 30%、 3、安倍晋三内閣による憲法破壊阻止のための天皇最後の抵抗だと 60%ということで、回答者数が70名ですね。ツイッターが67名様、E メールが3名様と。で、回答方法はツイッター&E メールと。で、調査期間は、7月の17日日曜日から昨日7月20日水曜まで72時間ですね。ということで、ですね。ですから、やはり、私も第3つ、私自身は投票できないですよね。主催者ですから。あ、でも、前から言ってますように、これは天皇皇后の最後の抵抗なんだということで、70名中 60% の方がそういうふうに思ってらっしゃるということで、いわゆる大手マスコミが天皇の高齢による体力の限界のためだという大手マスコミが言っていることを信じる方が 7% しかないと。から謀略工作だとこういうふうに思っている方が 30% ということですね。あ、これ、これ、100% にならないの、ね、これ、一番最初がですね、これ 10% ですね。7% ではなくて。すいませんでした。10%、30%、60% です。訂正しておきます。アイボニアさん、お茶ですね。昆布茶さん、ケーキ。アイボニアさんがお茶が3杯ですね。から、天国カラスさんが、チューチュースタンプですね。から、アイボニアさんがお茶と。天国カラスさん、こんばんは、よろしくお願いしますと。あ、アイボニアさん、すごいですね。お茶が5杯ぐらいですね。昆布茶ですよと。コンティニューコインですね、アイボニアさん。から、昆布茶さん。EU 離脱なんて茶番劇ですよと。猶予2年なんて、金にユーロップが許さないだろうと。普通、1973年からの EU の前進から英国は深く関わってきた。まあ、母体の一つだったわけですと。だから EU の離脱っていうのは、当然ながら、英国を支配階層、ロシアで国際金融マフィアっていうのは離脱絶対反対派なんですよね。でもあまりにもいわゆる英国各国の主権が侵され、ほとんど決定権がなくなっちゃうという現実に対して国民が反対のを言ったという結論で離脱が決まったんですけど、結局その離脱をの手続きをなんだかんだで言ってですね、遅らせて、事実上、離脱、体裁だけ離脱して、実質は変わんないというところで、軟着陸させるように、今の、なんとかメイという、新しい首相ですね、保守党の、がやるんでしょうね。表向きは、国民のが決定した。離脱の方向で、私は断固として、EU と交渉するなんて言ってますけど、なんだかんだ時間稼ぎして、結局落としどころはノルウェーみたいな、EU には入ってないけど EU に入ってるようなさまざまな特典は
キープしていくというふうな着地点を彼女は見つけるんでしょうね。ということですね。コロッケマンさん、こんばんはですね。我々は、砂ずきんさんですね。マネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームに決して参加しなならないと。沖縄高い大変ですと、警察が引き逃げか、逃げ去る、7月21日、シカゴさん。こんばんは、フェロモンさんですね。こんばんはですね。ということです。皆様のご協力ありがとうございましたと。こういうことですね。またやりますんで、またよろしくお願いします。21回目ですね。まだテーマ決まってないです。それから、今日の最新のお知らせですね。また配信妨害が昨日あったんですね。昨日、水曜日、7月20日のワイワイニュースライブ、普通日後放送の録画ですね。普通は放送中継が終了時に自動的にライブ履歴にアップされるんですけど、されないんですね。で結局、おそらく夜中を過ぎても午前2時とか3時頃ですね、自動的にアップされたんです。で今はアップされてますけど、その間6、7時間、結局アクセスできないということで、録画を見たいという方を妨害する目的で、やられたんだと思うんですね。で、このようなこと今まで何回かあったんですけど、その都度事務局にクレームしてきたんですけど、何の返答もないということなんです。ですから、まあ、今日の放送がまた同じように放送中継が終わった段階で、このライブ履歴のところにアップされないで、見れないという事態になるかもしれないですね。で、その場合はですね、このライブ履歴の隣にライブってのがあるんですけど、そこをクリックすると、今日の皆さんの、コメントが右に見れるんですね。で、そのコメントに私の、画像がひっついてますんで、その画像をクリックすると、映像が見れるという裏技がありますので、そこから見ていただくということです。から新しくですね、コーナーとして放送後期という、放送は終わった後、まあ、約 1日ありますので、前日の放送の中で、気がつかなかったところとか、あるいはその後気がついたところとか、新しい情報とか、等々を含めた放送後期という後に記すというコーナーを設けましたので、今日が初めですけど、聞こえますかね。で、昨日の普通日語放送で、その前の火曜日の日本語放送でもメインテーマで取り上げた例のヒラリー・クリントン国務長官、前国務長官、2009年から14年、4年間の私的メール、星水さんのウィキペディアは勝手に削除、あ、ひどいな、聞こえてますですね、高橋さん、ありがとうございます。シカゴさん、必見動画初地上放送、ニュース23、高江ヘッドパッド強行建設、オスプレイ、夜間訓練、ロースオンで家庭崩壊と小学生、休学避難ということで、そうでしょうね。うるさくて眠れないんですよね。夜間訓練。青木智さん、お茶ですね。ということで、例のヒラリー・クリントン前国務長官の私的メール使用事件ですね。で、昨日の放送とその前の火曜日の日本語放送の中で取り上げたんですけど、注目すべき点というのは、彼女が国務長官を務めた4年間に私的サーバーを使ってやり取りしたメールの量が5万5千ページになると。これは彼女が FBI に提出したメールの数なんですね。おそらくその前に重要なやつは彼女は削除してますんで、実際は6万ページぐらいになるんじゃないかと。
ということで、これ膨大ですよね。ということは、いわゆる普通考えると国務長官として、仕事では正式の国務省のメールサーバーを使ってやり取りし、プライベートに関しては私的メールサーバーを使うという、いわゆる使い分けをしてたということではないんですよ、これね。5万5000ページですよ。4年間の。だこの量を見れば、彼女は国務省のメールサーバーは全然使わなかったと、最初から。で、全て複数の私的サーバーでやり取りしてたと。こういうことなんだよね。まあ、すなわち、ヒラリー・クリントンというのは、国務省には絶対知られてたくない CIA とつるんだ、いわゆる私的武器密売ビジネスをはじめとする様々な権力犯罪を犯していたから、国務省の正式メールサーバーを使えなかったと。こういうことだと思うんですね。5万5000ページっていうのは、普通ありえないですよね。政府の、まあ、オバマ大統領含めて、当然ながらホワイトハウスの公式サーバーでやり取りするというのとは別に、全くプライベートなメールっていうのはおそらく私的サーバーでやってると思うんですけど、彼女の場合はこの5万5000ページ、実際もっと多いと思いますけど、の量からすれば全部プライベートサーバーでやり取りしてたということが、わかると思うんですね。ということは、とてつもない、権力犯罪を彼女は犯してたということなんで、そういう人間をアメリカ国民は大統領にしようとしているということですよね。小渕さん、第一等国。普通、普通。また、エジプト時代から貿易があって、オランダ、ポルトガル、スペインにアベが貿易回帰したのがアセンです。なんかよくわかんないわ。今日の画像ですね。これがひどいですね。これは例の、横田基地の米軍が、隣のですね、これ武蔵村山市立第五中学っていうの、これ地図なんですけど、ここに広大な土地で、横田基地があるんですね。これ拝島とか昭島市、西武線拝島線で横田基地があるんだけど、その隣に武蔵村山市立第五中学校があると。でここにですね、隣にいる米軍横田基地から兵士が行って、このような米兵中学で新兵訓練をする、こういうとこまで行っちゃったんですね。今月の7月の2日です。そして、これが、横田基地のサイト、横田エアベースのサイトの中で、出てた写真、集合写真ですね。だから、隣のいわゆる笑顔の横田基地の米軍兵士たちが、まあ、ここに、まあ、家族みたいなものがいる。女の子がいたりするんで、いわゆる笑顔の隣人が戦争訓練、人を殺す訓練の、ミニブートキャンプっていうんですね。これを開いたというところまで行っちゃってるんですね。だから、これを受け入れた、この武蔵村山第五中学校の校長、副校長等々と、それから教師と、それからこのミニブートに参加させた保護者、何の疑問も感じないと、何のクレームもしないと、なんか日米、両国の市民が交流したというような
感じなんですね、この集合写真に。でもやってることは、この新聞のごとく、新兵の訓練を中学生にしたんですよ、これ。まあ、そこまで保護者、特に保護者ですよね。このことを問題にする人は誰もいないんですかね。あるいは、武蔵村山市の市議会、共産党とか野党がいるはずなんですけど、何もやらないんですかね、これね。早川さんですね。広川さん、早川、本当に行くんですね。高江で100デシベル級、電車ガード下の騒音オスプレイ3機、訓練時と。高江取り囲むヘリパッド地図ということと。もうオスプレイが夜間訓練始めちゃったんですね。だから、例の7月10日で、改憲派が3分の2、かっこつきですね。謀略選挙によって3分の2を得たということで、もう翌日から、今までやれないことをどんどんやるとこういうことが始まってるんですよね。シカゴさん、ヒラリー・クリントンが麻薬か。核兵器含む秘密兵器密売商売、イスラエル、アイゼンベルグ社と組み、イスラエルが絡んだ、米軍の軍事機密であるソフトウェアを中国へ売ったと。これはもう国家反逆罪で死刑でしょうね。まともな政府だった。ということですね。米兵中学で敬礼など新兵訓練、東京都。から二つ目が、例の不正選挙で、これちょっと、わかんないかもしれないですけど、いわゆる同じ筆跡の票が大量に投票され、選管がそのままカウントしてたという。これ自民党というのが、同じ人が書いた筆跡なんです。これを写真撮られてるんですよね。だから選管もグルだということですよね。同じ筆跡の票が大量に投票され、選管は何のチェックもせずにカウントしてると。で、おそらく投票箱に、この同じ筆跡のやつが、紛れ込んでるってことは、いわゆる当日投票ではなくて、期日前投票箱です。で、これが、選管が鍵を持ってる部屋で、1週間か10日ぐらい、置かれてる。ですから、夜間は選管が、鍵を持ってますんで、選管と共謀した、祖国学会、信者が書いた票を差し替えちゃうということで、こういうことが可能なんですよね。だから、今、都知事選で、7月31日投開票の都知事選は、鳥越さんが野党統一候補で黙ってれば、自民党は2つに割れてるんで、彼が圧勝するというふうに思われるんですけど、実はどっこい、このような創価学会の信者を使った、期日前投票箱の票の差し替え、の不正と、それから、武蔵とグローリーを使った、いわゆる、この間ずっと言ってますように、これですよね。3回ね。2011年、12年、14年、3回の都知事選で51箇所の選挙区で各候補が得票した数を点にして、それをずっと結びつけるんですね。そして、一番大きいのがイノセントですね。イノセント。から真ん中が石原の2011年。イノセが2012年。そして赤いのが2014年のマスドイということなんですけど、それぞれの3候補の各51箇所の投票所で、開票した結果の得票数なんですけど、
田中隆作ジャーナル取り上げてるのは、彼、取材にちょうど行ってたんですね。高井発で。警察が反対派、市民ひき逃げと。どうせ武蔵グルーの茂った息ですよ。まさにそうです。だからこのことを鳥越さんが、まず何よりも最大の公約として、すべて手作業でやるということを言わない限り、いくら彼が一生懸命選挙運動しても結果分かっちゃうんですよ。これですよ。またしてもこれですよ。おそらく、今回3人の候補がいますので、2014年の3人の候補がいた、都知事選の係数を今回も利用するんでしょうね。それで、石原の時の石原票に 0.8 かけると、から猪瀬に 0.48 かけると、みんなぴったり一致しちゃうという。このことを鳥越さんって知ってんのかな？鳥越さんに直接コンタクトできる人っていないですかね？これを見せれば、誰が見てもおかしいと。手作業でやるというふうになりますので、彼が言うべきことは手作業にしろということですよ。期日前投票はやめた方がいいですよ。どうせ武蔵とグローリーのシュレッダー駅ですと。それと創価学会ですよ。ということですね。それと今日の一言、衆参参議院で選で公明党に対しのを突きつけ始めた学会たちはどうなったんでしょうか。カルト教内の謀反は危険そうですし、ほとんど影響なかったんでしょう。だって公明党が公明党創価学会が一応得票した票数が750万ということで、前回の参議院よりも若干増えてるんですね。だから完全に何事もなかったかのように、抑え込んだとこういうことでしょう。今日の一言ですね。これ私の主張ですけど、東京は50キロメーター圏に4つの巨大な米軍基地、1横田空軍基地、2横須賀海軍基地、3厚木海兵隊基地、4座間陸軍第一司令部に囲まれた米軍の植民土地都市であるということですね。これは入るかな。あ、入りましたね。警察がひき逃げとは沖縄の同胞を植民地扱いと、緊急事態法は人権を停止権力やり放題、日本全土でこうなると。で、東京は 50km 圏に4つの巨大な米軍基地があると。1横田空軍基地、2横須賀海軍基地、3厚木海兵隊基地、4座間陸軍第一司令部、囲まれた米国の植民都市なんですよ、日本、東京は。こんな都市ありえないですよ。から2つ目、首都圏、東京と関東8県の上空 4000m、5500m は、横田米軍基地、空軍基地が制空権を持つ米国の植民区域であるということですね。これも知らない人は知らないですね。これですね。首都圏、東京と関東8県。で、これは、
どれか。あれ、これか。この本、なかなかいい本なんですね。日米地位協定入門。前泊広森さんと、沖縄国際大学に、大学の教授ですね。彼が出した本、日米地位協定入門。この中に、いわゆるこの、一都八県の空域、巨大なビルですよね。このビルを避けるために、羽田から出発する関西方面の飛行機は一旦房総の方に行って、千葉県。そして、急上昇して、西に向かうと。あるいは、逆にヨーロッパから日本海を渡って、帰国する航空機っていうのは、なぜか直接新潟から関東上空まで来ないんですね。日本を縦断して水戸かなんかに行って、水戸沖から太平洋に抜けて、そして房総沖から羽田に来るという。なぜかというと、この巨大な横田空軍米軍基地が制空権を持っていること。横田ラブコンって言うんですね。これがあるからですよ。だからこんなのは米国の植民空域だということですよね。で、東京でしょ、それから栃木、群馬、埼玉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡と首都圏全部入っちゃうんですよね。これで、それから3つ目。沖縄高江発、警察が反対派市民を引き逃げ、田中龍作じゃないと。これ現場で彼、目撃していますんで。ひどいね、これね。で、三つ目、今日の一言。沖縄をはじめ、日本全国100カ所以上の米軍基地を完全に撤去すると。から4万人以上の在日米軍兵士を完全に撤退させるには、日米安保条約第10条の規定に従い、日米安保条約を一方的に破棄する市民革命政権を樹立すればいいんだと。簡単なんですよ。誰も言わないんですよね。一方的に破棄って誰も言わないでしょ。何なんだろう。地位協定を破棄しろってことでいいんだけど、日米安保条約自体を破棄しろと。で、できるんですよ。第10条に。で、毎年毎年自動延長してるんで、これを破棄するという革命政権が誕生できれば、1年後には基地がなくなる。ああ、これできましたね。沖縄をはじめ日本全国の100カ所以上の米軍基地を完全に撤去し、4万人以上の在日米軍兵士を完全に撤退させるには、日米安保条約第10条の規定に従い、日米安保条約を一方的に廃棄する市民革命政権を樹立すればいいんだよ。これですよ。誰も言わないっていうのは不思議ですね。ということです。それと特別講演会のご案内で、これは何回かご案内してますけど、安倍義弘さんと天野元康さんの詐欺経済言論出版記念セミナーということで、4月の24日日曜日ですね。私も出席する予定ですので、日曜日の放送は臨時休業というふうになりますね。高橋さん、ニューヨークタイムズ支局長指摘、大新聞は国民を見下している、日本の民主主義の異常性をつくということですね。近藤さん、首都圏の空域へ未だに米軍の管理下と民間機を入ることすらできないと、横田空域の危険性、これですよ。なんでだから鳥越さんはまさに首都が、先進国の首都が50キロ圏内で4つの米軍巨大基地に取り囲まれていると。その上、空域が自主的な自分たちの制空権がないという事態を
彼も取り上げるべきなんですよね、都知事は。それ何も言ってないんですよ。衆参、米軍が首都圏領空を押さえつけてるのは大陸側に寝返ったら裏切り分かってだろうなのとどうかすると大陸側に対する牽制でしょうと。要するにあれですよ、4つの巨大米軍基地で首都圏を押さえてると、さらに、制空権も押さえてるってことはもう完全に反米国の政権ができた場合直ちに潰せる、潰すためですよ。アイボニアさん、日米安保条約10条、いずれの締約国も他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思をとつくことができる。その場合にはその条約からそのような通告を約1年後で終了すると。ということだ、一方的に通告して1年後には現状復帰させた米軍基地100カ所以上が帰ってくると。だから米軍兵士が全員いなくなるとこういうことは可能なんですよね。第10条。シカゴさん、ウォーター区域迂回の無駄な時間や燃料は毎年約11万キロリットル。11万キロリットルですよ。11万リットルじゃないんだけど、キロリットルですからね。羽田発大阪行きの消費約1年分に相当すると。コストだけでなく、地球環境のことを考えると無駄な汚染と。ほんと無駄ですよ。誰もやらないんだよね、これね。何なんだろうね。我が山形でも、酒田湾で、米イーズス艦カーティルス・ウェバーが頻繁に入港してる。地中海ですかね。山形、小淵さん。ということです。それで講演会ですね。4月24日午後1時から4時と、東京飯田橋の、ヒカルランドパークというところで、やるということですね。24日日曜日。会場12時半、開演13時、終了16時。料金7000円、定員80円。料金高すぎると思います。これを、講演会。これ全部入んないよね。2回ですかね。2つに分けて。これでもダメなんだ。-1。これでしょうね。そして、後半部分。これですね。横田区域という日本横断の制空権も米軍と、横田米海軍、米空軍、横須賀米海軍、厚木米航空隊、座間米陸軍、憲法より上の安保条約で日本は植民地、脱米軍、原発は安保破棄しかないと、そういうことです。だから地位協定を変えるとか改定するなんていう言葉と言ってて、日米安保条約自体を一方的に破棄できんだよと。1年ごとに自動調印されて、自動延長されてんだってことすらもう、大手マスコミにしては言わないでしょ。学者も言わない。とんでもないわけですね。ということです。だから簡単なんですよ。一方的に破棄する、通告する、
市民革命政権を樹立すればいいんです。福岡県警ですね。海なりの島、沖縄県に弾圧のためにやってきた福岡県警の面々はすぐに沖縄から出てけということですね。これ福岡県警ですから、福岡県知事がすぐ撤退するように福岡県警に言えばいいんですよね。いやもう福岡県知事っていうのは向こう側でしょうね。だから東京都の鳥越さんが知事になったら即刻警視庁に対して、沖縄から全東京警視庁派遣の機動隊員を全部撤収してこいというふうに命令出せるんですよ、東京都知事として。ということです。今日の推薦都市を朗読編で、今日は2つですね、第5章の米国を、これですね、米国を、あれ？これか、表紙、これです。この国の重大な真実。この第5章、朗読編の1は、第5章、米国を操る世界の奥の院を統治すると。オバマ大統領とイエレン、FRB 議長は操り林業に過ぎないということですね。それで、11節、ロンドンの金融界は悪魔が支配する街であるということですね。本章のまとめとして次のことを述べておくと。欧州ロスチャード家を筆頭とするユダヤ国際金融資本家の本拠地はどこになるのかと。それはロンドンの金融街、シティ・オブ・ロンドンだと。同地は世界財力の中心地であり、同時に世界最大規模で富が蓄積された場所であると。ロンドンの金融街、シティ・オブ・ロンドンには、欧州ロスチャード家が支配するイングランド銀行、英国中央銀行を中核として、世界の保険市場、ロンドン証券取引所、英国の各銀行、米国の各銀行、そして大資系銀行が存在する。それだけではない。ロンドンの金融街、シティオブロンドンには、独自の裁判所、法律、そして旗が存在すると。また独自の警察部隊も存在すると。さらに領地はロンドン市内でも、イングランドでも、英連邦でもない。したがって領地は英国政府に税金を納めていない。これはいかなる場所なのかと。普通の日本国民の立場からは、ここは独立国家と言っても過言ではないと付け加えるって言うならば、ここには出版社や新聞社を支配する独占企業が存在する。また秘密結社、フリーメイソンの本部もある。日本国民は米国を普通の国家と思っていたら大間違いだと。英国の秘密、英国王室は欧州王族貴族の総元締めであると。英国の秘密に、英国ロンドンの金融街は悪魔が支配する街である。先に述べたように、米国の上位には、欧州世界、欧州に潜む地域支配階級が存在するが、その中核拠点は英国なのだ。そのことが投資できなければならない。先にはフランス革命以降の世界史を要約したと。欧州ロスチャード家は謀略でフランス革命を勃発させたと。次に彼らが向かったのは英国だと。英国では彼らは英国中央銀行を乗っ取った。1805年ですね。それまでは黒い貴族、中世の時代から欧州世界でうごめいていたユダヤ勢力が英国中央銀行を支配していた。欧州ロスチャード家は黒い貴族を撃破して英国中央銀行を乗っ取った。そして欧州ロスチャード家は地球支配階級となったのだと。1805年ですね。英国王室についても述べておくと。現在の英国王室は欧州王公、貴族の中で最高位に存在すると言っても過言ではないと。日本国民の中で欧州各国の王の名前を知らなくても英国のエリザベス女王の名を知らない人は存在しないと。ではそれはいかなる存在なのか。先に結論を言うならば、現在の英国王室は英国出身者ではないと。彼らはドイツから来た一族だと。その前後の経緯は歴史的に俯瞰すると。1642年、英国で新教徒革命、ピューティタン革命が起こったと。これは黒い貴族、イエスを殺した古代ユダヤ支配階級の血脈が仕掛けた謀略だ。そしてどうなったかと。
1649年、クロムウェルは英国チャールズ1世の首を切った。その後、英国ではガタガタの時代が続くと亡命していたチャールズ1世の子が王位につく。1660年、王政復古、チャールズ2世がその後も英国はどうにもならないと。次のジェームズ2世、在位1685年から1688年の時代に再び英国は革命を迎えることになった。議会は新国王としてジェームズ2世の娘のメアリー2世とその夫オランダ総監オレンジ公ウィリアムを英国に招き、その背後には黒い貴族が存在した。1688年、名誉革命、オランダ総統オレンジ公ウィリアムが王位につく。17世紀の欧州世界、当時のオランダは黒い貴族が支配していた。彼らはオランダから英国乗っ取りを図った。そして謀略が実現した。その後、英国王室、スチュアート朝の血統が絶えると、次にはハノーバー朝、ジョージ1世が誕生すると、これはドイツから来た一族でユダヤの血脈なのである。1714年、英国でハノーバー朝、ジョージ1世が誕生すると、彼はドイツから来たので英語を話せない。以降の英国では王室は訓練にすれでも統治せずということになった。そしてこれが現在の英国王室につながる。現在の英国王室はウィンザー朝を名乗っている。これは第一次世界大戦の時代、ドイツが敵国だったので王朝名を英国風に変更しただけだと。1917年、現在のエリザベス女王の祖先はドイツから来た一族でユダヤの血脈なのである。そして彼らは欧州ロスチャールド家、ユダヤ国際金融資本家と並んで世界の奥の院を形成していると。現代世界情勢の背後には悪魔集団が存在するんだと。こういうことですね。朗読ですね。シカゴさん。日本人だけが知らないこの国の重大な真実。鈴木慶子著第5章、ロンドンの金融街は悪魔が支配する。そして、2ですね。この間ずっと9章か。現代世界は世界最終戦争に向かって爆心していると。地球支配階級はハルマゲドンを仕方ているということで、それの6ですね。6、現代世界には本物のユダヤ人と偽物のユダヤ人が存在する。ユダヤ人には2種類ある。これについて先に述べたが、別の視点から再説する。本物のユダヤ人、スファラディ、アブラハム、イサク、ヤコブの血脈と、偽物のユダヤ人、アシュケナーチ、カザール民族がユダヤ教に改宗したと。中世の時代には黒い貴族、アブラハム、イサク、ヤコブの血脈である本物のユダヤ人の奥の院が欧州世界の背後でうごめいていたと。十字軍の背後には黒い貴族が存在したと。欧州世界の歴史は皇帝、国王、VS バチカン、キリスト教の戦いと見られている。だが、それは間違いだ。彼の背後には黒い貴族が存在したと。彼らが欧州世界を操ったと。秘密結社フリーメイソンは黒い貴族の所有物だと。彼らは秘密結社フリーメイソンを使って暴虐を繰り返してきた。だが、そこには対抗勢力が登場する。それは偽物のユダヤ人集団だと。18世紀に入ると、偽物のユダヤ人、アシュケナージュ、カザール民族が欧州世界に浮上してきた。その代表格が欧州ロスチャルドである。同時にその周辺には様々な暴力集団が存在すると。秘密結社イルミナティは彼らが操るエンマのこと。18世紀末、秘密結社イルミナティ欧州ロスチャルドは秘密結社フリーメイソン黒い貴族を乗っ取ったと。そしてどうなったか。19世紀、黒い貴族は秘密の権力闘争に敗れたが、彼らは消滅したわけではないと。今も黒い貴族は存在すると。だが19世紀以降の現代世界情勢を動かしているのは欧州ロスチャルド家であると。欧州ロスチャルド家について言うならば、彼らはドイツ・フランクフルトで謀略会議を開いた。1776年の時点で現代に至る計画を発動させていた。彼らによる主要な謀略は以下の通り。1789年、フランス革命、国王と王妃の首を切った。1868年、明治維新、孝明天皇を暗殺して明治天皇をすり替えた。1914年、第一次世界大戦、1918年まで。1939年、第二次世界大戦、1945年まで。1870年代、日本国における明治維新と前後して、彼らは
3度の世界大戦計画を作成したと。20世紀における2度の世界大戦はその計画によるものだと。これはアルバート・パイクですね。そして現在では第3次世界大戦計画が着々と進行しているわけであると。だが多くの日本国民はそのことが何もわからない。それでは戦いのないのであると。時計の針を第2次世界大戦後の時代、1945年に戻す。なぜならば地球支配階級による第3次世界大戦計画は第2次世界大戦終了と同時に 発令されているからだと。だんだん恐ろしい世界に入っていますね。で、明日は次の週、第二次世界大戦後にユダヤ人国家イスラエルが建国された理由ということですね。ということです。シカゴさん、第9章、現代世界は世界最終戦線に向かって爆心した。現代世界には本物のユダヤ人と偽物のユダヤ人が存在する。日本人だけは知らない、この国の重大な真実ということですね。ということで、ようやく今日のメインテーマになりますね。今何分ですかね。56分29秒ですね。閲覧 100名様、計210名様。そしてコメント75件ということですね。今日のメインテーマ、我々はマネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームに決して参加してはならないと。1、我々はマネーゲームに決して参加してはならないと。なぜならば貧困と大格差社会はマネーゲームによって作り出されるからだと。マネーゲームとは、金融権力を握ったロスサイド国際金融マフィアが株や国債や社債や債券やデリバティブなどの金融商品、土地や建物などの不動産、ダイヤ金銀などの希少金属、石油天然ガス、石炭、鉄、銅などの天然鉱物資源、食料や穀物などの食料資源を独占して価格を操作し、価格差を狙って右から左に移動するだけで莫大な利益を独占する投機行為、ギャンブルなんだ。マネーゲームとは投機行為、ギャンブルであり、実体経済に寄生して実体経済が生み出す価値を横取りしてしか生存できない悪性収容であり、そのまま放置すれば実体経済が完全に破壊され国民生活は立ち行かなくなるんだと。2、我々は戦争ゲームに決して参加してはならないと。なぜならばテロと戦争、核兵器と原発、戦争兵器と消火器は戦争ゲームによって作り出されるからだと。戦争ゲームとは金融権力を握ったロシアの国際金融マフィアが世界統一政府を自立して世界を完全に支配するために核兵器と戦争兵器を独占する米英仏分散複合体とその代理に都の戦争派と戦争国家イコールイスラエルシオニスト戦争派とサウジアラビアなどの石油産油国を使って世界中でテロと戦争を勃発させて第三次世界大戦核戦争をに誘導するための自爆行為なんだと。3、我々は権力ゲームに決して参加してはならない。なぜならば国家権力犯罪と民間権力犯罪は権力ゲームによって作り出されるからだと。権力ゲームとは金融権力を握ったロシアで国際金融マフィアが世界各国で国民を支配し搾取するために政治、行政、司法、経済、企業、労働組合、メディア、教育、宗教などの権力を握って独裁支配体制を築く反国民の権力犯罪なんだと。で、我々が今すべきことは以下の2つだろう。1、マネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームに決して参加しない。2、世界各国で市民革命政権を樹立して、マネーゲームと戦争ゲームと権力ゲームを世界中で繰り広げている元凶であるロシアで国際金融マフィアとその代理人たちを完全に粉砕することだ。というのが今日のメインテーマですね。下村博文、自民党副幹事長、大学入試前に自衛隊等の体験を義務化した。これは、とんでもないことだよね。もう言いたい放題ですね。アイフォニーさん。ということで、今日のメインテーマの、テーマだけ、これか。
戦争ゲーム、そして権力ゲーム、ああこれはダメか、長い、あ、これもダメか。うわ。これがいいのか。あ、砂月さん、企業の研修で新入社員、自衛隊など。訓練、社員研修か。前もやってましたね。メディアが真実を語るまで国民の目は覚めませんねと。メディアは真実を語らないんですよ。いくら待ったって。だ我々が自ら目覚めないといけないんですよ。大手マスコミなんか全然期待しちゃダメですよ。今日のトピックスですね。米兵中学校で敬礼など。これが毎日新聞の記事ですね。これですね。だ要するに戦争ゲームに行かなくていいんですよ。たとえ殺されても行かないと、徴兵には行かないと、そういうことでしょう。簡単なんですよ。拒否すればいいんですよ。だから戦争ゲームとマネーゲームとそれから権力ゲームには参加しないと、どんなことをされようとも参加しませんと。まずそれが必要でしょうね。戦争なんか行かないよと。そうです。行かないことがいいんですよ。だから株のいわゆる、投機、に参加しないと。国債も買わないと。株に投資しないと。戦争なんか行かないと。原発はいらないと。あと異常に高い医療費はどうなんだろうと。政府会社と権力が。そういうことです。鳥越氏が文春を刑事告訴。ああ、これもひどいね。もう完全にやらせだね。文春は。そのまま中東に疲れる。そうだよ。だから、一切監獄にいられ、逮捕され、拷問され、監獄、刑務所に、入れられようが、戦争には行きません。いうことでしょ。だから敵対勢力を晒し者にトルコ大統領恐怖政治と。エルドアン、おそらくこれ彼が自作自演で、やったクーデターでしょうね。それを口実にしてナチスです。口実にして、反対派を徹底的に締め上げると。それに今高橋さん、中共が加わったそうですねという。中共も向こう側に行っちゃったの。だからプーチンしかいなくなっちゃったってことですか。プーチンプラス我々革命、市民革命派ですね。 K さんコンティニューコインズ、それと介護サービス縮小検討ですと。厚生省、費用抑制ですと。よくやるよと。よくこんな政権を皆さん自民党に入れますの、自民公明党に入れますのと。これですね。それと今何だ
今日の重要情報、これはなかなかいいですね。桜井ジャーナルさん、宣伝機関に過ぎない欧米の有力メディアに対する侵攻を進めない限り言論の自由を手にできないという、なかなか中身が濃いあれですので、ぜひ読んでください。軍事費を増やしたいと。いや、それよりも要するに国民を締め上げて貧困化させると、戦争に誘導するためには国民を貧困化させ脅かすのが一番ですよね。いわゆる経済的徴兵制。だから軍事費を増やしたいからとうとうってことよりも、もうわざと国民を窮乏化させ、そして戦争に動員すると。で、言うこと聞かないやつは、逮捕拷問して、拘留すると。あるいは殺すと。こういうことですね。ロロさん、世の中の構図はこうだよと。頭が悪い人間を作り出し、夢を見させ、クレジットさせ、投資させ、保持させ、権力者のためにと。そういうことですよね。桜井ジャーナルさんですね。そして最後は、巨泉さんが亡くなったということで、大橋巨泉の安倍批判の遺言がテレビでカットになって、大橋巨泉の遺言、安倍晋三に一泡吹かせてくださいが、テレビの追悼特集でことごとカットにと、その政権批判を改めて聞けと、これもなかなかいい記事ですね。見て。彼は82歳で亡くなりましたね。それから、先日は A 六助さんが78。ですから我々が、テレビで、よく見てたお二人が、昭和、戦後の、日本国憲法と、戦後の民主主義と平和を象徴するようなお二人が亡くなったっていうことですよね。彼らの意思を継いで我々が頑張らないといけないよということでしょうね。クイズダービーは毎週家族で見てたわということですね。そうですね。北朝鮮とウル二つの安倍自公政権という、そうですよ。だから北朝鮮、まあ、昨日言ったんですけどね、は日本の戦前の天皇制を支配のモデルにしたと。それを導入したのは瀬島隆三だろうと。シベリアに抑留されて、スターリンに使われて、キム王朝の絶対支配のモデルとして戦前の天皇制軍事独裁体制を北朝鮮に教えたのが瀬島隆三だと私は思いますけどね。未公よって統一教会なんかなと。大橋巨泉の遺言ですね。はい。ということで今日の放送は終わりです。69分46秒ですね。閲覧105名様、計243名様。韓国のカルトですね。反共のカルト宗教。これ CIA と、韓国 CIA と、アメリカ CIA が作って、日本に、持ってきて、で、岸信介、瀬島隆三、等々、あ、瀬島じゃないな、笹川良一か。小玉よしお、あの辺の永久戦犯で CIA の工作員になって命を助けられた、この3名が日本における、反共、そして、田伏マフィアとして彼らを取り入れたんでしょうね。統一教会プラス創価学会と。そういうことですよね。つまずきにさ。
小池百合子の本性は極東極右ヘイト、北朝鮮虐殺を扇動する在特会系の、そうです、ヘイト天国ですよ、見てやるということです。71分ですね。閲覧101名様、計244名様、天国からさんありがとうございましたと、コメント108件ですね。それからたくさんのコンティニューコメント、お茶あいただきましたね。Kさん、最後の遺言として一つだけ書いておきたいと、安倍晋三の野望は恐ろしいものです、選挙民を舐めている安倍晋三に一泡吹かせてください、これですよ。今我々頑張って一泡でも二泡でも吹かせましょう。それが彼らの、彼らっていうか、まあ、大橋巨泉さんと A 六助さんの意思を我々が継いでいくということですよね。統一教会プラス創価学会プラス成長の家原理主義プラス不幸の科学、幸福の科学ね。なるほど。修平さんお疲れ様でした。修さんお疲れ様でした。しかしやっぱり組織票が強いと。強いですね。弔い合戦ですね。投票率が下げればもっとすごくなる。統一教会、日本会議、日本財団を捧げる一田氏愛は、この吉田氏の息子とすると。結局、あれですよ。昭和天皇の戦争犯罪を免責免罪して、戦後の名前を変えた天皇制の延命に、日本国民は全員騙されて、今まで来たと。そのツケが今、全部払わされて、こういうことですよね。だから昭和天皇とか、笹川良一とか、岸信介とか、児玉義雄とか、あるいは戦前の特攻官僚とか、戦争犯罪、の宗教者、あるいは財界とか大手メディアとか、そういう彼らの戦争犯罪を、あ、そうか、野坂さんもそうだ、小沢昭一さんも亡くなったんですか、忘れないでくださいと、そういうことですね。だから彼らの意思を我々が継いでいくということで、明治維新以降、現在も続く、田臥マフィアによる田臥システム、その事態を根底から解体していくと、市民革命政権を樹立するということで、彼の意思を継いでいくということじゃないですかね、我々の使命は。ということで、今日の放送はこれで終わりです。また明日、金曜日ですね。よろしくお願いします。